皆様、こんにちは。Max です。今日は基本的にウクライナの話しますけど、しかし、その前に、ちょっとね、今フランスってどうなっていますかとか、そうですね、ニュース見ると結構暴動、暴動、暴動がありますよ。これが、昔フランスがいっぱい世界に植民地を持ってた英国みたいな数を行なかったけど、でもあはあったんですよ。あの、基本的にアフリカで、 地中海の国、アルジェリアが昔フランスの一部でしたよ。本当に州の方でしたみたい。しかしね、内乱があって、で結局フランスがもうアルジェリアがやっぱり独立になった方がいい。独立になってから、でもいっぱいアルジェリア人がフランスの方に移民しました。しかしね、宗教違う、イスラム人。で、フランスはクリスキュアの国で、あんまりそういう仲良くないし、でずっとアルジェリア人が二級市民で、 あの2020年とアメリカで暴動いっぱいあった、その警察官と争いで、あの、ある黒人が死にました、ジョージ・フロイドさん死にましたね。同じように、あの、エルジェリア人が車盗んでんだから、警察が聞いて、止めなかったけ警察撃って死にました。で、それでずーっとずーっとずーっとこの暴動ですよ。で、この暴動で、そうですね、これからフランスの方結構大変ですよ。 あの本当にナイランと言われてますよ。で、アメリカもだんだん混乱になってますよ。で、アメリカは今なんですよ何ですかあの、全道であのいろいろな暴動を起こってますよ。で、なんで別に理由がないんですよ。英語でこれフラッシュ・マーブ、マーブで群衆。フラッシュは,そはピカッとかピカッとか突然の群衆集まってよく SNS とかなんかメディアでそういうのを Facebook とか出して、どこどこで会いましょう、会いましょうとか、わーっといっぱい来ると、そして車の上に踊ったり、駐車してる車の上に踊ったりとか、の水の窓ガラス破ったりとか、強盗やったりとかいろいろ、そういうトラブル結構あちらこちらのメリカに突然、突然現れてます。警察がはっきり何したらいいかわかんないからで、どこで起こすとかなんかね、わかってませんからね。 まあ、アメリカのコーがだん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 深くなっています。Well、それでは、どうなってる、このウクライナで。まあ、また、あの、プリゴジュネルの噂あるところがビルルスいて、で、それで基地を作るとかなんかね、しかしね、ワグネグループと人数が誰も一緒に、 プロでロ今でもラシア戻ってるんですよ。ペートブルクの方に戻ってたとか,なんか何やってるとよく分かってませんけどあの英国情報部局が組んでてあの私覚えてるんですよ。あのウクライナ反攻撃するとあのロシア軍がその司令部の方で大混乱になるとかのも,しもしかしたらこれ計画でした。その証拠はそないけどしかし あのピロージュは全然全然大切な人ではないんですよ。Okay. であの一応、バイデン大統領もねあのウクライナもね、納豆に入ることもできませんとか、なんか、もう同意してるみたいな感じで、やっぱりなんでかウクライナは封ですよ。私、フランスの話言いますよ。フランスの暴動ですよ。結構、アメリカが援助した武器、ウクライナに援助した武器がフランスで現れてますよ。え だってあの、闇市場で売られてるからね、もうウクライナが封鎖ですよ。あ金上げても、武器上げても、どっか利益のために売りますよ。もう本当になんかどうしようもないんですよ。しかし最近こういう危険性があったんですよ。ゼレンスキー大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領はずっと核の事件が出るんですよ。え、何のところ、何の,何のことですか、このところは、サプリージの 原子力発電所。で、その原子炉にその、ロシアが爆弾をつけて爆発させます。えー、でそれでヨーロッパにその放射能の高化物の汚れがあちこち国々、特にドイツとポーランドの上に飛ぶとあの、ヨーロッパにいじめする。ゼレンスキー大統領がそう言ってるんですよ。えー、本当か。実は これがゼレンスキーさんの自分の計画ですよ。で、ポーランドと、そのドイツがその放射能を受けると、じゃあ、NATO 軍が、あの、ウクライナ戦争に一緒に参加します。これがゼレンスキーの計画。なんかこのゼレンスキー大統領、本当にひどい人ですね。あの、特に、あの、おととい危なかったみたい。で、ヨーロッパの国々から、いろいろ電話あったんですよ。あの、リーダーたちからゼレンスキーやるな、やるな、やるな。 あの、だから一応諦めた。で、彼の計画は、もしロシアが、も,もちろんロシアが爆弾入れてないんですよ。原子力発電所の原子,原子力の下に入れてない。入れてない。入れてない。で、じゃあミサイル撃つの。その、トチカユっていう古いのミサイルだけれどその中に放射の物を入れていて、で、あの、それが発見すると、実は、あの、アメリカが特別の 放射能物の、発見できるの軍機を出してるんですよ、ヨーロッパに。これが、W. C. 1 3 5 R.。コンスタントフィニックス、これ偵察機、偵察機ですよ。で、これ放射能物の発見できる。あの、そうですね。一週間前ぐらいから。クリチャー、グリシアのクリーチャーとの,あの、基地に出してるんですよ。だから。クレネー,ーがメサイを打って、爆発すると。あの。 ロシアが悪いことしましたとかなんかさけど、マスコミの騒ごと、騒ごと、あの、NATO が戦争に入ると、ウクライナが助かります。の計画だったみたい。けれど、ヨーロッパの国々のリーダーたちが一応止めた。一応止めた。今までね。また来るかもしれないけど、あの、もうこういうの、日本でさ、アメリカではね、ゼレンスキーがヒーローとかなんかいろいろこういう話いっぱいあると、私も、 疲れてます。疲れてますすごい、あのもっともっとあのお笑いっていうか、はっきり下品、下品のお笑いでしたよ。で、この人たち大統領になっててとか、もちろん前立てにいたですけれど、いやー、本当に嫌な人ですよ。本当に嫌な人ですよ。ね。ね。で、これは、あの今日読んでたことね、あのアメリカの軍上部局がいるのネットとしているの こういうストーリーを信じれるかどうかとか例えばロシアがやりましたロシアがやりましたでアメリカ人も信じないもう Twitter とかいろいろところ見てると信じないからあのアメリカのワシンンからそういうようなことを出しましたよあとね他のニュースであのハルコフとスミっていう町ねあのウクレイナの東部とまだウクレイナが持ってる町ですよこのところで 工場をだん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 撤退してる。もうと西にウクライナまで。だからもう、ウクライナは勝っている。戦争負けてます。で、この工場を失う可能性大。いろいろ交渉すると、なぜかこれエスニックのロシアのところ。ロシア人ばっかり住んでるところですよ。だからロシアがもう取っちゃうんじゃないかな、とか。なんかね。とにかく、あの、大反攻撃は大失敗。どこでも進んだことは数百メートルしかない。 ちょっと畑を取ってしかない。南部の方で進んでないから、じゃあバ末クムツの方に攻撃して、バ末クムツの方でさ、あの全然も進んでない。いっぱいと死んでるよ。で、今大体1日でロシア軍死んでるの方は200人ぐらい。ウクライナ人が1000人。で、これを守ることできないんですよ。で、あのこういうこともあるんですよ。あの、やっぱり完璧の、あの、 NATO が教えての作戦で失敗です。これがロシアの防衛とかロシアの戦い方は NATO のやり方がとんでもないんですよ。とんでもないんですよ。で、あの、レッパー2の戦車いっぱいいっぱいなくなってます。だんだんウクライナ軍もな、ね、レッパー2とかなんか、あと、アメリカの M2 ブラッドリー、あの、砲兵の運送するの、まあ、小型戦車みたいな感じですね。あれをいっぱいもやってますから。 写真をいっぱいネットで出てるからアメリカもがっかりだから本当に F16 の戦闘機を送ることねまあアメリカが送れる送れるとかなんかもうしないんじゃないかななぜか軍事産業にならないビジネスにならないこういう写真いっぱいある落とされた F16 の写真があると売りませんね売りませんねまあ私前から言ってて F16 が昔ねすごく素晴らしい戦闘機だけど あの私、日本の歴史と同じぐらいですよ。50年ぐらいですよ、その軍機。だってもう古いんですよ。古いんですよ。これも話入ってますよ。実は秘密に、ウルの方にアメリカとロシア、平和交渉始まってます。おこれ、アメリカ政府よりすごいあのアメリカのワシントンの,あの強いの、シンクタンクのリチャード・ハッス。 もう,もう引退するんですよ、彼はね。あとね、リチャル・ハースと、あとそのカウンソー・フォーネル・ソン・スインクネックのチャールズ・クープちゃんとチャールズ・グラン。3人とかなんか、ラブロフ、アメリカの、アロシアの,あの国務長官のラブロフさんと会ってるんですよ。で、今まで人西洋の要求で、あのウクライナにクリミア戻すとか、ドンバスに戻すとあじゃあ諦めまして、それは諦めますけれど、 しかし、ロシアは戦争を勝っているんですよ。ロシアの要求はこれから何でしょうロ、まあ、シアの要求はアメリカがやっぱり認めなきゃいけない。ロシアが世界の一番強い国として認めなきゃいけない。それと、もうアメリカの要求も聞きません。アメリカはあちこちの国々に要求を打てるしますよ。最近にあの日本の法律に関係でこういう法律を作りなさいとかなんか強く日本に言っているとかなんかね。 ロシアもね、そういうの、うんうんうん、私たちロシア人はそれ、ね、しない。あと、現在の、キエフ政府が、あの、潰せなければね、ゼレンスキー政府。まあ、そういう、噂あるんですよ。例えば、ザルズニー将軍、ザルズニーソーシュレイブル、ウクライナ将軍がくれた、するんですかとかなんかね。とにかく、やっぱりね、あの、今月の11日、あの、ラあのラフィアに、 なとの会議が、大会議がある。で、ズレンスキーが、その大会議の前に、何か成功、軍事的な成功、あ成功を見せたい、見せたい、見せたい。でもね、あの、ロシア強すぎて、クレーニア軍機もない、大砲も少ない、あの、いつもいつもの話ね。ズレンスキーが、いっぱい兵士を出そうとしてると、あと兵士も、クレーニア兵士も、命令を断ってるよ。攻撃しない。 とか、もう、あの、一つの両団、第47の両団が、もう攻撃しない。自殺ですよ。それと、あの、西洋の、例えば、レポル戦車とか、英国のチャレンジャー戦車とかなんかね、乗ると、絶対、ロシアのミサイルとかなんか攻撃から受けると、もうそれも自殺ってなってますよ。あの、だん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 、もう、終わりのところ見えてるかな、ウクレン戦争ね。OK! 今日は、ここまで。 で、like ボタンを押してください。登録してくださいね。ありがとうございました。